リック・アデルマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州リンウッド出身のバスケットボール選手、指導者。NBA のポートランドトレイルブレイザーズ、ゴールデンステートウォリアーズ、サクラメントキングス、ヒューストンロケッツ、ミネソタティンバーウルブズのヘッドコーチを務め、2014年引退を発表した。ロヨラ大学卒業後、1968年の NBA ドラフトにて、サンディエゴロケッツから7巡目85位で指名を受ける。サンディエゴで2シーズンを過ごした後、リーグに新規加入した、ポートランドトレイルブレイザーズのエクスパンションドラフトで、指名され、ポートランドで3シーズンを過ごした。その後、シカゴブルーズ、ニューオリンズジャズ、カンザスシティキングスなどでプレイし、1975年に、現役を引退した。 1977年から1983年にかけて、アデルマンは、オレゴン州セーラムのチェメケタコミュニティカレッジで指導者を務め、その後ポートランドトレールブレイザーズに雇われて、ジャック・ラムジーのアシスタントコーチを務めた。1986年、ラムジーが解任され公認のマイク・スクーラーが監督になっても、アデルマンは留任し、 1989年のシーズン途中にスクーラーが解任されるとアデルマンが暫定ヘッドコーチに昇格した。この年にチームをプレーオフに導くとシーズンオフにアデルマンは正式にヘッドコーチに就任した。その後の3年間、チームは1990年と1992年に NBA ファイナルに進出し、1991年には ウェスタンカンファレンス準優勝と素晴らしい成績を収めた。アデルマンはさらに2年間をポートランドで過ごしたが、1994年に解任された。1995年、アデルマンはゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチに就任。しかし、ポートランドでの成功を再現することはできず、2シーズン限りで解任された。1年の間を置き、 アデルマンは1998年にサクラメント・キングスのヘッドコーチに就任した。アデルマンの指導の下でキングスはウェスタンクッシュの競合に変貌を遂げ、アデルマンは指導者としての名声を確立した。アデルマンの在任中は毎年のプレイオフに進出した。当時キングスは同じ地区でシャキール・オニールとコービー・ブライアントを擁する強豪ロサンゼルス・レイカーズと 強烈なライバル関係にあった。2000年のプレイオフでフィル・ジャクソンがアデルマンの指導方針をヒトラーに例えるとアデルマンはジャクソンの選手のモチベーション維持のやり方に疑問を呈するなどコート外でのライバル関係がマスコミによって報道された。しかしながら結局レイカーズの3連覇を阻止することはできずまたティム・ダンカンを中心に対等してきた。 サンアントニオスパーズにも勝つことができなかった。2006年5月9日、キングスは契約の切れたアデルマンとの契約更新を行わないことが地元市サクラメントビリーによって報じられた。2007年5月23日、アデルマンはジェフ・バンガンディの後任としてヒューストンロケッツのヘッドコーチに招かれた。コーチ就任1年目、主力選手の故障などを抱えながらも、 ロケッツは1月から3月にかけて NBA 史上2番目の長さとなる22連勝を記録した。2011年ミネソタティンバーウルブズのヘッドコーチに就任。3シーズン勤めたがプレイオフには進出できず。2014年引退を発表した。選手の自主性に任せるプレイヤーズコーチとして知られている。監督としての実績は名称と呼んで、 差し支えのないものではあるが、一方で試合の大事な場面でも、選手任せにするスタイルは、無策と批判されることも多い。ただし、彼の監督したチームが大きく、成績を伸ばすのは事実であり、プレイオフなどの敗因も、対戦相手が、マイケル・ジョーダン、シャキール・オニールなどの時代を代表するスーパースターが、いたからこそだという擁護論もある。また、プレーオフのレイカーズ戦では、 ロバート・オーリーによって奇跡的なビッグショットを決められるという風に見舞われたこともあった。ありがとうございます。